ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。寒いわ。今日は湯豆腐を食べたいわね。そうだな霊夢、ブルブル。豆腐にはやっぱりネギね、ネギネギ。ネギもいいがたまにはカツオ節をかけてみないか霊夢？カツオ節、いいわねカツオ節フリフリ。あとカツオ節って旨味があるわよね。そうだな、カツオ節は旨味があるだけではなく、栄養豊富なんだぜ。そうなの、カツオ節のことが気になってきたわ。ゆっくり健康食品解説。というわけで今回はカツオ節の栄養について解説するぜ。カツオと霊夢の合わせだし。カツオ節とはカツオの肉を熟成して乾燥させた食品なんだ。カツオ節はそのままだと硬くて食べれないんだが、削ることで食べたり出汁を取ったりできるんだ。いくら私でもあのままでは食べれないわよ。まずはカツオ節がどのように作られているか解説するぜ。まず釣り上げて冷凍したカツオを真水につけたり、流水をかけたりして解凍するんだ。次はカツオを3枚おろしにして、背中側のおぶしとお腹側のめぶしに切り分けるんだ。切り分けたカツオは熟成させるためにせいろに並べ、せいろごとカツオを煮るんだ。カツオを煮ることで殺菌を行い、タンパク質を凝固させることで、次の熟成の作業が行えるようになるんだ。熟成させる前にカツオの骨を抜くんだ。煮ることで身がほぐれやすくなっているんだが、それと同時に骨が取れやすくなっているんだ。次は熱で水分を飛ばしながら、煙を当て燻製にしていくんだ。燻製に使われる木はクヌギやなら、桜などであり、時間をかけてカツオの芯から水分を抜く必要があるので、硬く、優しくゆっくり燃えるものが選ばれるんだ。こうして荒節が完成するんだ。これを削ると花ガツオになるんだぜ。荒節は燻製の香りがあり、カツオの風味が強い削り節になるんだぜ。この荒節を作るには約4週間から1ヶ月かかり、カツオの水分が抜け重さが5分の1にまで減少しているんだ。これがカツオ節の塊なのね。最後は削っていくのよね。そうだぜ。でもその前にカビ付けをすると、本枯れ節になるんだぜ。カビをつける前には荒節の油分とタールという、燻製をつけていくときにつく黒い焦げのようなものを削り取っていくんだ。削り取った荒節に良質なカビを振りかけて、ムロというカビが繁殖しやすい環境を作ったカビ漬け庫に入れるんだ。カビ漬けが終わったら天日干しをしてカビを取るんだ。この作業は20日もかかる作業なんだぜ。そんな長い作業を3回から5回繰り返すと、本枯れ節になるんだぜ。本枯れ節はカビが荒節の水分を吸収し、さらに脂肪分を分解することで雑味が消え、上品な味わいになるんだ。カツオ節ってすごく手間がかけられて時間がかかるのね。量が少ない割に高いのも納得だわ。カツオ節といったらやっぱり出汁を取ることよね。そうだな、じゃあカツオ節の出汁の取り方について解説しようか。まず1リットルの沸騰したお湯の火を消し、カツオ節 30g を入れるんだ。そしてカツオ節がお湯の底へ沈むまで1から2分待つんだ。最後に布巾を敷いたザルで静かにこして、カツオ出汁の完成だぜ。こすときにカツオ節が入った布巾を握ると、えぐみが出てしまうので注意なんだぜ。結構簡単ね。でも残ったカツオ節はどうしようかしら？そうだな、カツオ節の残り、出汁殻を捨てたらもったいないよな。でもめんつゆとごまがあれば、便利なふりかけになるんだぜ。作り方は簡単で、出汁殻 30g を包丁で細かく砕き、フライパンでめんつゆ大さじ2杯と一緒に水分がなくなるまで茹でて、ごまを好みの量かけるんだ。出来上がった出汁殻のふりかけは、炊き込みご飯に入れたり、炒め物と混ぜたりなど様々な使い方ができるぜ。出汁も身も全部飲んだり食べたりできるなんて、もったいなくないわね。ちなみにカツオだけではなく、ソウダガツオ、サバ、ムロアジ、マグロ、サンマ、ウルメイワシも熟成して乾燥させたものがあるんだぜ。カツオだけじゃないのね、他のも気になるわ。ソウダガツオから作ったソウダ節は、適度なコクと香りに加え、独特のアクセントのある出汁が取れるんだ。そのため古くからそば、うどんの出汁を作るのに使われているんだ。そばと、うどん好きだわ、チュルチュルー。サバから作ったサバ節は脂肪分が多いサバから作られているので、脂肪分のコクや甘みの強い出汁になるんだ。これもソウダ節同様、うどん、そばの出汁を作るのに向いているんだ。ムロアジから作られたムロアジ節は、黄色みを帯びて、独特の甘みとコクのある出汁が取れるんだ。中部地方ではうどんの出汁を取るのによく使われるんだぜ。マグロから作ったマグロ節は、出汁が淡白で、和食の薄いもの出汁によく使われるんだ。
また削った時の断面が白く綺麗なため、トッピング用としても使われるんだ。マグロの節ってあるのね、お姫様らしく和の高級料理でいただきたいわ、うふ。ウルメイワシから作ったウルメ節は、いぶした時の香ばしさのある出汁が取れるんだ。主にうどん、ラーメンの出汁を取るのに使われるんだぜ。ラーメン好き。最後のサンマから作ったサンマ節は、魚の味を残したやや淡白な出汁が取れるのが特徴で、主にラーメンの出汁を作るのに使われるんだ。生きてる間に全部の出汁を味わい尽くすわよマリサ。はいはい、わかったんだぜ霊夢。次はカツオ節の歴史について解説するぜ。日本でカツオ節に近いカツオ節が5世紀頃に食べられていて、701年の大宝律令にはカツオを煮てから干し固めた未見魚が、重要効能品として指定されているんだ。そしてカツオ節が作られるのは室町時代になってからなんだ。そんなカツオ節の製法はインド洋の島国モルディブから伝わったとされ、モルディブではハガツオから作られた荒節が古くから伝わっているんだ。そんな荒節の製法が日本に伝わった後、日本でカビ漬けの製法が生まれ本枯節が生まれたとされているんだ。江戸時代になってもカツオ節の製法は未熟なものだったんだが、熊野節、土佐節が生まれたり改良されていき、カツオ節の品質はより良くなっていったんだ。そんな江戸時代にカビ漬けをする本枯節が生まれたんだぜ。当時は漁法の発達や大きいサイズのカツオが大量に取れたりなどで、カツオから水分を抜くことに時間がかかっていたんだ。そのためカツオが腐ってしまう前に、有用カビを先につけていたと考えられ、この結果、本枯節が生まれたとされているんだ。そんな本枯節は大阪から江戸へと運ぶのに有用カビをつけて、保存性を良くすることができるので、カツオ節は江戸で人気の食材へとなったんだ。他にも人気になった理由があり、カツオ出汁は昆布出汁と比べ早く作ることができ、せっかちな江戸っ子の気質に合っていたんだ。そんな歴史的背景もあり、関東ではカツオ出汁、関西では昆布出汁が使われることが多いんだぜ。出汁文化の違いに歴史的背景があったなんて面白いわね。次はカツオ節の栄養について解説するぜ。はい、マリサ先生。カツオ節 30g あたりのカロリーは 107kcal で、タンパク質は 23g、脂質は 0.87g、炭水化物は 0.24g なんだぜ。カツオ節は高タンパクなのね。そうなんだぜ、カツオ節はもともと高タンパクなカツオの水分が抜けている食品だから、カツオの時よりも高タンパクになっているんだぜ。ちなみにカツオ節 100g あたりのタンパク質の量は 77.1g なんだぜ。え、すごく多いわね、プロテイン並みに多いわ。そうなんだぜ、だから出汁を取った残りも食べてタンパク質を摂取してほしいんだぜ。カツオ節は天然のプロテインなのね、まっそう、まっそう。さらにカツオ節は体内で作ることのできない必須アミノ酸が多く含まれているんだ。どれくらい多いのかというと、カツオ節約 33g で成人が1日に必要な量を摂取できるんだ。 33g って少ないわよね。お肉をがっつり食べれない人もいるから、そんな人はカツオ節を取り入れてもいいわね。豆腐にカツオ節をかけて食べればうまくタンパク質補給できていいと思うんだぜ。必須アミノ酸の中ではトリプトファンが注目成分なんだぜ。トリプトファンは脳に運ばれるとセロトニンという神経伝達物質を生み出し、この物質は心のバランスを整える作用がある伝達物質なんだ。セロトニンが不足すると精神のバランスが崩れて、うつ病などの精神疾患を発症すると言われているんだ。なのでストレス社会の現代ではトリプトファンを摂取して、体内でセロトニンを産生してほしいんだぜ。他のセロトニンの効果には不眠症を改善したり、集中力、記憶力を高める効果、鎮痛効果、月経前のイライラや体の不調を改善する効果があり、心が病みがちな現代人には欠かせないアミノ酸だと思うんだぜ。私はストレスでいっぱい食べちゃうから、セロトニンをいっぱい摂取するわよ。いっぱい摂取して食べ過ぎになりそうなんだぜ。他にもフェルアラニンという必須アミノ酸も多く含まれており、神経伝達物質として働くアミノ酸なんだ。そんなフェニルアラニンの効果には脳機能を高める効果があり、神経伝達物質として働くので記憶力を向上させる作用があるとされているんだ。また気分の落ち込みや無気力を緩和し、うつ症状の改善に効果があるとされているんだ。じゃあ気分が落ち着かない時はカツオ節ね。カツオ節だけではなく肉には多くの必須アミノ酸が含まれているから、気分が落ち込んだ時はがっつり肉を食べるのもありかもしれないぜ。
お肉は脂質が多いものもあるけど、鰹節なら脂質が少ないから、ヘルシー志向の人なら鰹節を選ぶのもいいかも。そうだな、霊夢にはぴったりなんだぜ。さらに鰹節にはイノシン酸という、旨味成分が含まれているんだぜ。そのため鰹だしにすると美味しい出汁汁が生まれるんだ。いいわね、それで鰹と昆布の合わせ出汁って聞いたことあるけど、昆布出汁も足したら美味しくなるのかしら？実はその通りなんだぜ霊夢。昆布にはグルタミン酸という旨味成分が含まれており、旨味成分は違う種類が合わさると相乗効果によりさらに美味しくなるんだ。だから2つ合わせるといいのね。そんな鰹節に多いビタミンには、カルシウムやリンの吸収率を上げるビタミン D、糖質からエネルギーを作り出すビタミン B1、アルコールを分解するナイアシン、葉酸とともに赤血球を作るビタミン B12 が多く含まれているんだ。ミネラルに関しては細胞膜の形成に関わるリン、ヘモグロビンの材料になる鉄分、生体内の過酸化脂質を分解するセレンが多く含まれているんだ。じゃあ出汁だけじゃなくて、残りの出汁殻も食べて栄養を全部摂取するわよ。次は鰹節の保存方法について解説するぜ。まず未開封の削り節の場合は冷暗所で保存するのがいいんだ。市販されている削り節は窒素を入れて酸化させないようにしているので、そのまま冷暗所に入れるといいんだぜ。もし開封してしまって使い切れなかった場合は、小分け包装にして冷凍庫に保存するといいんだ。鰹節は水分がほとんどない食品であるため、冷凍保存してもカチコチに硬くなることはないので安心なんだぜ。こうして保存すると約6ヶ月は美味しい状態を保てるんだ。削り節は1回で使い切れる小分けタイプがあるから、保存するのがめんどくさい人は小分けタイプを買うといいわね。ここまでのご視聴ありがとうございました。ありがとうなんだぜ。もし動画が面白かった方はぜひチャンネル登録してね。新しい動画が投稿されると動画が見つけやすくなるわよ。ベル通知を設定すると通知が来て便利なんだぜ。高評価ボタンを押すとチャンネル主が喜ぶわよ。それじゃあ湯豆腐を食べるわよ。もちろん鰹節をかけて。私も食べて温まりたいなんだぜ。鰹節をかけた豆腐を食べてマッソーになるわよマリサ。食べるだけじゃなくてトレーニングしないといけないんだぜ。湯豆腐ハッハフ、マッソー。ハッハフ、ハッハフ。もぐもぐもぐ、美味しいわ。美味しいんだぜ。強盗だ。じゃあ、強盗よ。強盗なんだぜ。この鰹節に負けないガチガチに硬い小豆バーで痛い目に遭いたくなければ、金目のものをよこせ。じゃあ、このままだと霊夢の食費がなくなるんだぜ。え、そうなの。じゃあ鰹節で抹装になって強盗を退治するわよ。だからトレーニングしないと筋肉はつかないんだぜ。マッソーマッソー、マッソーマッソー。マッソー霊夢ちゃんよ。たった数秒でマッソーになるだなんて、でも小豆バーには勝てないだろ、これでも食らえ。あ、小豆バーを生身で受け切るだなんて。マッソー。じゃあ逃げろー。よかったんだぜ。うふ、マッソーは全てを解決するのよ。じゃあ、溶けた小豆バーで体がベトベトよ。霊夢汚いんだぜ。あ、でもペロペロすれば美味しいわ、ペロペロ。霊夢汚いんだぜ。